学の安藤優太です。このセッションでは多分一番スケールの小さい話です。まずその、背景としてその中教育の対応相互作用の研究は最近非常に注目されています。でその中でも、乱流フラックスというのは、対地対応相互作用の基礎過程なので非常に重要な要素です。しかしこれは、直接観測による研究というのはほとんどないのが現状です。ですのでその直接観測から、対地対応相互作用を評価したいというのが研究のモチベーションです。でそもそも乱流フラックスの直接観測の研究がない理由ですが、その直接観測には超音波の測定というのが必要です。しかしこれが常設されている船というのが国内に2隻しかありません。でさらにそれが最近1隻のみになりました。でその1隻は何かというと、三重大学練習船の清水丸という船です。でここに超音波の測定というのがついているんですが、これで、風速や気温、水蒸気濃度といったものをることができます。それは 0.05 秒という非常に細かい時間スケールで測ることができます。で、今回はその黒潮に着目しました。黒潮は、大気に大量の熱を供給しているのでその影響は大きいです。しかしこの、黒潮の乱流フラックスは、間接推定によるものまたは一事例のみによる直接観測の研究がほとんどで、その直接観測で複数事例を扱った統計的な研究というのは存在しません。ですので、直接観測による複数事例の乱流フラックスを統計的に評価して、黒潮が大気に与える共通的な影響というのを明らかにしたいと思います。で、その第一歩として今回は黒潮からの距離と乱流フラックス変動に関係があるかと、直接観測と間接推定で求めた残留フラックスに違いがあるか、この2点について見ていきます。で対象機関は SST フロントを航行したこの5つの事例で、ここで言っている SST フロントというのは黒潮北側の、温度勾配のきついところです。で残留フラックスの計算方法は、2種類使用しました。1つ目はバルク法と呼ばれる皆さんよくご存知のもので、もう1つが渦相関法と呼ばれる直接観測で使用する方法です。これは、通常は変動成分を観測することが難しいので使用されないんですが、今回は超音波測定のデータがあるのでこれでも計算が可能です。で、この渦相関法ですが、船が揺れるのでいろいろノイズが入りやすいのでそれをいろいろ取り除いてで処理をしています。でまず、黒潮からの距離と乱流フラックスの変動に関係があるかです。この縦軸が、乱流顕熱フラックスで、横軸が、SST フロントからの距離を表しています。で、赤色が、渦相関法で計算したもので、青色がバルク法で計算したもので、これを見ると黒潮に駆動フラックスが高くなっているということが見えます。これは全5事例をプロットしたものなので、季節ごとにどういうふうになっているのかというのを見るために、これそれぞれの事例ごとに回帰直線を求めました。で、その時の相関係数をこの回帰直線の長さで表しています。で、これを見ると、まず右下がりの傾きになっている時は、ちょっと見にくいですが11月12月なので冬です。冬はこの右下がりの傾きなので、黒潮に行くほど、フラックスが高い。でしかもこの長さが長いので、その関係性は強いです。なので、冬は SST フロントからの距離にこの顕熱フラックスの変動が強く依存しているということが分かります。で一方、右上がりの傾きになっているのです。これは4月、5月、6月です。で、ちょっと6月は例外ですが、4月、5月は長さも短いので、この SST フロントからの距離にこの顕熱フラックスの変動が、依存しているわけではなくて、他の要因もかなり影響しているということが分かります。で次にこれ、鮮熱フラックスも同じような図を出しています。鮮熱フラックスもこう黒潮に行くほどフラックスが高いということができます。
で、季節ごとにどういうふうになっているのかというのを見るために回帰直線を求めました。で、先列フラックスの場合はどれも右下がりの傾きなの でしかも長さも長いので、年間を通してその SST フロントからの距離に強く依存するということが分かります。で次に、直接観測と間接推定で求めた黒潮付近の乱流フラックスに違いがあるかです。で、これは、これ渦相関法式バルブ法の差、これは懸熱フラックスですがの差が縦軸で横軸が、SST フロントからの距離を表しています。で見やすいように4月と6月の事例を赤色でプロットして11月12月を青色でプロットしています。で5月はちょっと見えないと思いますけれど今回はちょっと変動が違うので わざと見にくくしています。でこれを見ると、ですね4月、6月、赤色はだいたいこの0とかこの付近でこうだいたい一定の値なんですが、11月、12月の青色はこうこの値も大きいしばらついているということで、その冬にこの渦相関法とバルブ法の差が大きくてしかもばらついているということがわかります。であとその SST フロントからの距離によってこの渦相関法とバルブ法の差に違いが出るかというのを見たんですが、この図からは そこまで違いがあるようには見えません。でここまでのことをまとめると、まず冬は、大気が非常に冷やされるので、海との温度コントラストが大きいですので、そのフラックスの変動は SST フロントからの距離に強く依存するということが分かります。一方、夏の方は、大気が温められるので、その海との温度コントラストが小さいですので、その特に懸熱フラックスの場合は他の要因による影響も受けやすいということが分かりました。で、まとめるとこういうふうになって、要は一番言いたいのはその SST フロント付近では渦相関法のみで捉えることのできる乱流フラックスがあるということが分かりました。間接推定では分からない、直接観測でしか分からないことがフラックスがあったということが一番言いたいことです。以上です。どうもありがとうございました。討論に入ります。質問コメントをお願いします。はい、これはバイリスサンプルがあるということは連続観測なんですか。はい、渦相関法は、はい、どのぐらいのサンプリングか。この SST フロントを通過した時間方向としてどのぐらいのずっと船に上がって、はい、それを連続的に観測している、はい、そうです。でサンプリングとしてはそのフラックスの値として出てくるサンプリングの間隔というのはどのぐらいになるんですか。サンプリング、うん、10分おきとか1時間おきとか。今回は10分平均で出しています。じゃあ船がどっち向いてようが相対風向がどっちだろうが、とにかく値として出してる。はい、そうで、多分検討した方がいいと思います。はい、船のこう形によって渦の 形や大きさが変わってしまって値に影響している可能性がだいぶありそうです。はい、はい、お願いします。それにも関わってくると思うんですけれども、例えばユースターブのシグマ流とか、そういった乱流統計量とそのアンテナとの関係とか、そういったチェックというのはされているんですか。チェックはしていないです。はい、他にございませんでしょうか。それでは次の発表に移らさせていただきます。どうもありがとうございました。次の講演番号は B の16